イズに答えて任天堂スイッチをゲットしよう。番組の途中で出題されるクイズに答えると大人気の任天堂スイッチが当たるかもしれません。詳しい応募方法などは番組の途中で発表しますので、最後までお見逃しのないようお願いいたします。こんにちは、ポロリです。こんにちは、リーチェンジェルの桃原ひかりです。さあ、ポロリの負けてたまるか、またまたやってまいりました、はい。この番組は私ポロリと桃原ひかりがすることであだこだやりながら罰ゲームをしたりしながら、楽しむ番組ですね。そうですね我々から認定とスイッチのプレゼントもありますので、はい、ウィーじゃないですよ、スイッチですよ、はい、言ってたんでね、間違えないように、はい、はい、こちらの方もプレゼントしていきますんで、はい、クイズの方も応募していただきたいと思います。もうまだ元気がないよ俺。いやー、ポロリさんが元気ないですか。元気ない。なんでなんですか。朝、はい、まあ俺朝風呂入るんで朝風呂入ってたんですよ。そしたらほらホテルのやつってさ、タオルが遠くにあるじゃん、いつも近くに寄せてから入るんだけど忘れてて、取ろうとしたら滑って湯船のところ腰ガツンみたいになって、ここものすげえ今ねあざになってて痛い。マジですか。ちょっと脱いでもらっていいですか。いやいや お前笑い事じゃねえよ、あわやきったま炸裂するところだったからね。何ですかきったま炸裂。炸裂。お前ってこあとちょっとずれていたらさ、うん、俺今今日ここにおらんかったかもしれんぐらいの。言ってるかもしれない。あ、まあ言ったらたまたまついてたんだけど、あのもうちょっと横だったらって思うと危ない。頭だけにたまたまついてたんですね。そうなんだ。いうことなんだ。すごいもうね、下ネタ炸裂しましたけどね、朝から失礼しました。はい、ですけど、まあ抽選の方も終わりまして、はい、はい、私が11番。はい、私が45番ですという番号でね、戦っていきたいと思います。いつも通り負けた方は罰ゲームプラス、まあ、任天堂スイッチのプレゼント今回ね、スプラトゥーン2セットねえ、ということですけど、抽選確率が今60分の1ぐらいらしい。あら、全然当たるじゃないですか。甘デジより甘いじゃないですか。当たる。絆の巻物を1ゲームで引ける人はこれは、うん、スイッチが当たるんで、ぜひね、そちらの方も楽しみにしていただきたいと思います、はい、ということで気合入れていきましょう。せーの、リーチェンジェル、ポロリの負けてたまるか。ルールを発表するメロ。実践時間は10時から16時、 ART 中であれば ART 終了まで継続のメロ。勝敗は差枚数で決めるメロ。敗者には厳しい罰ゲームが待っているメロ。いやー、勇者ですね。マジですか。こんなところ来たら死んでしまいますよ。高確率でやられますけど、頑張りましょう。いや、これな。いや、セイントセイヤで行ってみましょう。ありがとうございます。いける。何空いてるやろ。前日こっちママで出んな。こっちでしょ。打ったことないけど。とりあえず確保、ここが埋まってきてたんで、とりあえず焦って取った。ちょっと頑張りたいと思います。はい、セイントセイヤでは、コスモチャージ入りました。正解でね、抽選してコスモチャージ入りました。まあ、このコスモポイントね、たまりやすいゾーンなんですけど、なんか結構頑張ってる。一応ね、コスモポイントが1000ポイントまで貯まると、まあ、ジェネラルバトルに当選する抽選があります。じゃ
6年 25% ぐらいですかね、構成率。構成指定はジェネラルバトルへの当たりが近くなっている感じですけど。さあ、ということで、すごいもう326番台を実践していきたいなと思います。とにかく打ち方から初歩的なところからですね、ちょっとね頑張ってポロリさんに負けないように気合い入れていきたいと思います。おお、オスモポイントがたまったんで、ジェネラルバトルの抽選があります。 6.25% ぐらいだから、まあまあなかなか当たらないっちゃ当たらないけど、さあ、まだチャンス到来です。さっきも5、ね、チャンス、期待度5個で負けちゃったんですけど、次こそは寝じゃないよ。お母さんの演出もね、どんな感じなのかって全然わかんないんですけど、あ、ありがとうございます。完全勝利、今日初当たりよっ、1本までやりました。さっきから331ゲームですね。はい、あのコスモチャージ行かなきゃ当たんないと思って想定前で当たっちゃいました。勢い当たって、はい、ジェネラルバトルですけど、一応今レア役を引くと、あのストックの抽選がありますね。継続のストックです。あの続くってやつ。はい、ジェネラルバトル入りました。まあ、はい、残念ながら継続ストックなしで出てくる相手が、まあ、あの一番ダメな人ですね。 50% なんで、まあまあ 50% を3回しとくことができれば ART です。あれ、継続しそうな雰囲気、もう継続、あと2回しとけば OK です。 50% を、まあ、そうそうしようがないです。一応キャラで、あの設定したとかね、いろいろあります。うわー、強い攻撃、でも最強じゃないんですよね、これ。おお、 50% もう一回しとけばいいだけですよ、これ。割とここまで来ると熱いですね。さあ、どうだ。あー、これやばそう、やばそうな気がする。あー、耐えろ 50%。 あー、真ん中の攻撃、いや、ダメダメなの。いやー、弱いね。そうですか、一応この画面でも設定したとかあるんですけど、どうですかどうですか。まあまあ、どうでしょうね。とりあえずは王道の五右衛門でできますね。何、とりあえずこれで選択して、何、これとりあえず、まあ、とりあえず回したい。盗み18番、頑張ります。トカゾーンですよね。無理、乗ってくれよ。まだまだいける。
のサイコロこの、この数だけですよね。まだいけるよ。ないよ。おっと。今入れるね。横のままで。ってことは最初20の11。はい、そうですね。終了後直のなんだっけ、コスモチャージじゃない、あのポイントで当たりました。一番ダメなやつ、上がってないってことだ。まあ、ちょっと実はさっきのなんか31ゲームぐらいで、一段枚消化してたんですけど、なんと獲得枚数9枚で終わってたんですけど、あの復活しました。よかった。何を練馬切って、何を分かんないよ。薄いの花はこれからよ。分かんない分かんない、ついていけない。何何これ、なんか分かんない、なんかすごいのにいたのかいてないのか。あ、これなんか見たことある、人の台で。ついていけない、何が起きているんだろう。あ、まあ、再生だか、あ、そういうことね。このままでいいです。で、何が起きたのか、何だったのさっきのは、よくわからない。期待度が星、また星じゃない、サイコロ5つなんですけど、押したら全部同じ目になったんですよね。これ何いいのかなって勝手に思ってるんですけど、戻したい、頑張ります。あんなに揃ってるってことって、まあ、今までなかったんでね。もしかしたら、思ってみれば、動かしていたよ。どうしたんだ、やったよ。さっきの怪しい終わったから、7ゲーム、117ゲーム。お、刻んまい1000円分もなくなりそうだわ、メダルか。どう、おい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 、全然全然出る、いきなりベルフィカツに全然終わってんだよ。白ナナの方がいいんですよね。だいぶ赤ナナだと思うんですけど、よい、1、3枚ここなんかあるんですね、夢回このままで通常でいきます。盗み18番、はい、次は、次こそはいい対応に乗せていきたいと思います。助言がなんか解放された、何の助言かわからないけど、78ね。まあ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 、さっき11で終わってたんでよかったかなっていう。おー、ほっとした。終わりかな。
勝ち6枚いけましたね。何が起きるか分かんないから今いち分かんないです。いやだから9枚で終わってたからあれがあったのか。はい、熊坂場に移動しました。熊坂場ね、非常に割の高いノーマルタイプですね。設定6だとね、BR ともに202分の1当たるので非常に軽く当たってくれる、また割の高い位置ということになってますが、バイクのね、出し巻き、通常でいうベルですね、と枝豆、通常でいうスイカですか、のマグロ、これチェリーですね、この3つのやつに設定差があってね、非常に判別が早い機種になってます。なんですが、400ゲームで3回レギュラーゼロで捨てられてたんで、触ってみてるはいいけれど、さすがに6はないよねという、そういう今挙動になってます。いや、どこまで打つかって感じですね。座ったような感じになってますからも、一応その設定差があったりするんですけど、確定形以外は気にしないというか、うん、気にし、うん、その方がいいと思います。コグマが出てくればね、とにかく構成って確定になるんですけど、総投資が8000円追加で潮風に揺れる26000円投資です。潮風に揺れるコインがある。ビッグ中は1回だけ逆投資をして、はい、喜んで中段マグロを1回取りましょう。あとは順押し。また来てね、約束よ。はい、また来てね。お採点結果が出るのは一応高設定だと出やすいってやつなんですけど、鮮魚これ禁物だと設定3以上が確定しますけど、まあまあまあこれは何もないです。はい、恒例の屋台のお時間がやってまいりました。私がいつも通りぼっかけです。あ、いつも通りおむたこです。あのね、この番組をずっと見てると、まあ、いつも同じじゃねえかポロリって思うかもしれないけど、私にとっては1ヶ月ぶりのぼっかけなんで、ね、非常に楽しい、はい、楽しみにしてる感じの、はい、そうなんですよということなんですけど、はい、どうなんですか桃原さん。ですね、今のところ投資ちょうど1万円なんですよ。なるほど、真面目なやつやなお前。なんでここで今どうなんすかって言って、うん、オムタコの感想を言ったらこいつやる気がねえなって思ったんだけど、やっぱ心がスロットに行ってますね。だいたい思いません、スロットやなってどうなのって。マジマジ、もうオムタコじゃねえなと思ってた。寒いからちょっと食べていいですか。どうぞ、うん、まあ、とりあえず1万円投資、うん、食えよ、いいからよ食べていいですかって言ったのになんで1万3000円。1万円、ちょうど1万円です。なんで少ないの。2回当たってるんですよ。マジか。18のくらいで、うん、俺絶好調で今熊坂まで、うん、熊坂まで2万6000使ってる。結構思った以上に使ってた。もうすぐ死ぬよ俺。でもセイントセイヤーさ、なんかモード下の方から始まっちゃったみたいで、うんうん、もう付き合ってると、うん、今日のゲームが終わってしまうから、うん、一応しのぎに行ったつもりではいるけど、うん、もう手遅れかもしれない。周りどうだったんですかセイントセイヤー。あー、右の角がちょっと強めだけど、まあ短時間過ぎてもまだ分かんないよね。そんな簡単な機種じゃないんで、うん、この後どうなるかですよね。そうですね。桃原さんどうなんですか手応えは。なんとんともすんとも言ってないね。なんとも言えない。最初1回目の ART9 枚で終わってたんでね、地獄かと思った。もうちょっと回そうかなって感じですね。だからわかんないから。なるほど、うん、あ1万円しか使ってない、うん、周りの台は初当たり軽そうなんですけど、伸びてるかって言われたらまだ伸びてないな。あ、でも初当たり軽いのはいい、うん、いい傾向ですね。結構周りポンポン当たってるんで、まあ、うん、
最近のマルカの傾向でいうと固まって入るんで、そうだからそれをバーンって感じになるんで、それを考えてもうちょっと粘ろうかなみたいな感じなんですよ、丸ごと丸ごとらしいんでね、うんうんうん、はい、ということですけど、あの番組の中で負けた方が任天堂スイッチをプレゼントします、はい、私はスイッチと Wii の区別がよくついてません、全然違うなんで、うんうん、あれなんですけど、まあ、はい、クイズがね、まあ、この辺出ると思うんで、まあ、そのクイズの内容をちゃんと確認して、はい、まあ、ちょっとねたまに騙しが入ることがあるん で、ね、あの正確に、はい、このクイズにね答えてもらって、ね、Wii をゲットしてください。 Wii じゃないからスイッチやからもう、ウェブからのは今月中、まあ、12月中ですね、ね、手渡しは当日まで OK なんで1月3日実践中、あのポロリンとこに来てこれお願いしますって渡すと当ててくださいってね、そう、もしかしたらあのいきなり最初の5分の1のところまで上がってきてる可能性がありますので、はい、ぜひ手渡して、お願いしますということでね、いっぱいね応募してほしいですね、うん、おー、いけそうじゃん、いけ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 、はい、おー、頑張ってんじゃん、あー、いけてる、いける、いける、いける、誰とく桃原ファンが喜ぶ、桃原がちょっと後ろで見てみてくれ、はは言いながらこう、もう桃原時間かかりすぎだよはい、愛着に移動しましたが、まあ、センスゲームで2の5という感じでレギュラー選考の台です。まあどうなんのかなという感じですね。左右の台はレギュラー足りないから、あるならこれが単独でいい台かどうかというところでしょうね。ピックがいいな、よいしょ、一応まあ投手に万6000円で止まってるんで、そうですね、1222枚か遠いけど頑張りましょうというところ、まあ、とりあえず持ち玉なんで一安心ではあるけれど、うん、あと3連チャンピックしてくれたらチャラ、非常に遠いです。ピックだったらだいぶ気分も晴れるけれど、ピックだ、まあ、半分回収というとちょっと言い過ぎだけど半分近く戻ってきました。もう一回ビッグがいい、おー、あと一回でほぼ回収になりますか、頑張るね、急に的なところから、娘めちゃくちゃ引いたんですよね、結構赤までとりあえず ALT 当選期待度赤のところまで行って、で期待度4つの敵で見事勝利しました。当たったよ、よかったよかった、どうなるの？
そこ20なのね。でそこも何にも変わらないのね。なだい。よく分かってないですけど、システム。あ、1回で乗るあれか、数字の上限的なもの。あ、終わっちゃうよ、そんなこと言ってたら。終わっちゃった。あ、でも乗ったほうじゃないですか、139。イエーイ、よかった。変な数字で終わらなくてよかった。さあさあさあ、さあ、180ゲーム464枚。これ何だったっけ、設定変更確定。ああそう、まあとりあえずあの今日1続いた。いやちょっとハマってたんでビッグで嬉しいです。今これですね、ビッグが5連発してくれてるんで、まあだいぶ玉的には戻してきてます。まあ最後の1回は250ゲームでビッグなんで行ってこいなんだけど、ちょっと様子見に行きますか。この時間ね、どういう、じゃあ私もちょっと自分のライン探そうかな。なんかすごい良さそうなパルサーがあるんですけど、取っとこうかな、とりあえず。お見事お見事、やんことした。さすが桃原だ。あ、データ見れないんだ。いらんことしてもうた。いや、ありがとうございます。なんかちょっと意外と出てる。今ビッグが4連してさーっと出てる。あなたはそれに拍車をかけてしまったわけですね、余計に。そうそうそう、ありがとうございます。いらんことさー、やっちまったぜ。とりあえず移動してきました。ニューパルサーのあの新しい方のパルサーですね、376万台。グラフがね、ものすごい右肩上がりなんですよね。このまま右肩上がりが続いてくれれば、まださっきのボーナス終わってから103ゲームしか回ってないんで、まだまだ頑張ってくれるかな。よくわからない、ぬるっと当たりましたね。本当に1メートルで大丈夫だった、これ。ビッグ、ビッグ。やったぜ。ありがとうございます。ありがたいね。このビッグはでかいよ。本当に順押しでいいのかな。いいんですよね。見てろよ、ポルリさん、まくり上げてやる。絶対私の方が投資金額が少ないはずなんですよね。だから大丈夫。
はい、ということで1079枚でした、1222枚かな使いが、なんでマイナスですけど、だいぶ取り戻しました。お疲れ様でした。時間も迫ってきたんで終了ですけど、すん飲みされましたね。いやでもレポロキさんがまあまあ出てたからちょっとやばいんじゃないかなって思うんですけど、まだ私もわかんないんで納得してないんですけどね。結果はいかに、エンディングでまたねお会いしましょう。それでは収録時点の30マルカチェックしていきたいと思います。じゃあちょっと行きたいと思います。さっきセイントセイヤーがね別にあったんですよ。コロニーさんがね朝打ってましたよね。あ、サノダイかな多分、よく上がってます。で今日ね大都シリーズ前回がすごい良かったんで今回もいいのかなと思って私あえて大都シリーズ打ったんですけど、今日は番長3ですね。やっぱ良さそうだな、固まって横並びでいい感じです。まだ当たってますしね。やっぱ大都シリーズ全部あるかなと思いきや、っていうかトゥースゴエモンかなと私は読んでたんですけど番長3でしたね。やられたやられた。おお、ちょっと寝台いいじゃないですか。今日そうか、寝台も良かったのか。最新機種1000これ3ですね。天国コレクション3も別済み、はい、出していただいてます。世界で一番強くなりたい、別済みで当たってますよ。わっ、これ寝台じゃないけど地獄少女も別済み。おマサムデ2、ここも3箱お下げですね。A タイプも見に行きます。私のね打ってた隣のパルサーがね結構良さそう。今もボーナスいきましたね。いいな。コロリさんが打ってたラグラーも良さそうでしたもんね。結構ね寝台前11月3日に来た時よりまあ寝台が増えてちょっと追いついてないんですよね。なんかゴスロすごいお客さん多いですよね。出てるな、別にありますね。ほらあとはジングルサバイバーズいいなあ。バディ3も良さそうですね。また当たった感じですよ。お、ここ結構固まって窓マギ2、隣のケージ、ここ横並びで順調そうですね。固まってるなやっぱり。で隣のコースもゴスロ、ここもね、あ、番長かなと思いきやバラエティかな。あ、でもサラバンか、サラバン良さそう。その前にコードギアス、バサラ、シオン、横並び3台で後ろ、ここはサラバンですね。さらに今番長がすごい調子良さそうです。さあということで、ただいま16時時点の30マルカチェックさせていただきましたけど、やっぱマルカさんおなじみで固まってね、結構やっぱりいい感じの台があって、もう本当は私あの今日できれば抽選良かったら本当は番長3を狙ってたんですよ。けどちょっと抽選があんま良くなかって、まあ良くなかったくはないんですけど、ちょっとあんまりね前の方じゃなかったんで埋まってたんですよ。まあ、抽選大事ですねやっぱり。結構ずっとね空き台もなかったんでね、結構前の方がずっと座ってた、もう埋まってたんですよ私が入った時は。やっぱ抽選大事なんで皆さんも朝一からね来ていただいて、出てるやっぱ台の周りは気にして台をね選んでいただきたいなと、はい、思います。はい、そんなこんなで実践が終了しました。お疲れ様でした。アフリカ AD ウォーは私が先にやめてか、はい、私から行こうかな。はい、
じゃあ先にやれや。やってみせてくれや。あ、はい、いやいや、はい、フルさせてください。いいからやれよ。そういうふりしたんだから。はい、はい、じゃあやりますね。うん、朝一、私あのトゥースボイも、はい、326万台からスタートして、はい、そんなにハマらないかなという、あの屋台の時出たじゃないですか、うん、あんまハマってないなと思った直後からハマり出して、はい、であの結構続かないことが続いた感じで、うん、あのまあ、500万以上出ないみたいなので、うん、ちょっと苦戦して、まあちょっと見切りつけて時間もあれだったんでやめました。なんか その時点で投資が1万7000円、はい、で、はい、でそこからもう時間ないし、なんかポリさんがまた兵タイプやってるって聞いたんでね、うん、私ももういいや兵タイプでって、とりあえず信頼も多かったんでね、はい、でニューパルさん の新しい信頼、はい、376番台打って、うん、なんか104分の1の台があったんで、はい、と気になったんでやって、で回し始めて27ゲームでビッグ引いたんですよ、うん、いや回ったと思ったらそこから317ゲームハマり、うん、全部飲まれ、うん、投資1000円してもう無理って思ってやめました。ってことで、投資、846枚で回収ゼロ、なるほど、で、マイナス846枚で終わりました。はい、追加1000円が分かるけどな3000円で2万円でやめるんだったら分かるけど最後の1000円いるかそれ、悪あがきよく分からないけど、いやもう1ビットだけ欲しいみたいな、はい、まあ、分かった分かった、はい、私はせいや打ちまして朝一いきなり758人ハマり、はい、ここで投資1万8000円ですね。でもう1回ジェネラルバトルを引いたんですけど、まあ、ARP につながらずモードも上がってないみたいなんでやめました、2代目熊酒場ですね、8000円で初当たりを引いて、まあ、総投資は2万6000円でビッグレギュラーと続いたんですけど143でやめ、もう一度ちょっと触ってみたんですけど手応えが悪かったんで、どうしようかなと迷ってたらアイジャグが開いたんでアイジャグ2の5、1017ゲームレギュラー先行台打ちました。280から打ち始めて52ゲームでビッグ、そこからビッグが2、4、5連チャンか、5連チャンってでもあの200ハマりとかビッグだけを引いたとの、化けがいいからって座ったらもうピックしか引かねえってなって、で最終的にはあの化けが350分の1近くになって、あちょっときついかなってなったところでやめですね。投資が2万6000円なんで1222枚、回収が1079枚なんで、まあ、マイナス143枚です、はい、マイナス何枚？84枚です。846枚な。はい、ということでね、はい、今回は私の勝利となりました。なんか久しぶりに負けた気がする。ということで、まあいつも通りね、抽選の方していきたいと思います。はい、今回はスプラトゥーンセットの方でね、ということなんで、いつもより豪華なスイッチが当たりますが、はい。はい、今回ですね、はい、初めてあの当日手渡しまで OK って言ってるんですけど、当日手渡しなかなかいなくて、今回初めて手渡しがあったそうで、持ってきてくれた、持ってきてくれた、おーすごい、まあ、あの住所までご丁寧に書いて多分投函を忘れたんだと思うんですけどそんな既得な方がいらっしゃったんで、はい、この方とりあえずあの上にまず上げてあげましょう。1枚あの本当は2枚来てたんですけど、あのお友達で、はい、まあ、そのうちの1人の分だけ上げてあげましょうということで、はいはい、なるほど、やっぱ当日持ってきた方が確率がいいってことです ね、 そうですね、はい、2枚ずつ選んで、うん、じゃあ、うん、はい、じゃあもう見えてるんで、はい、ちょっと1枚、じゃあもうこれ本当に可愛いやつ、はい、本当に多分時間かけて書いてくれたっていうので、はい、これ1枚と本当にねこういうちゃんと書いてくれたっていう、一応これ、ね、じゃあ名前伏せるんですけど、こんな感じで可愛くなんか完全に桃原に媚びてきた完全に桃原に媚びてきた、媚びたら選ばれますよいやでもこれねやっぱ手間暇かけてくれてるっていうありがたさがあるんで、うん、あの時間かかってるっていうので、まあやっぱりね、じゃあ桃原、はい、もう一枚選ばないと俺読んでるから、いつも楽しく家族と一緒に拝見しております。ひかりん可愛すぎて大好きです。目が悪いんですかねパチンコのお仕事は大変なことも多いかと思いますが、体に気をつけて楽しみながら頑張ってくださいね、応援しています。じゃあこの方にはメガネをプレゼントした方がいいですね。いや、いや大丈夫やで、桃原可愛いで、はい、ということで、はい、私もじゃあ1枚選びます。私じゃあ2枚メールにしようかな。はい、こんなもんでいいでしょうか。はい、はい、ということで、はい、はい、はい、じゃあ、私から見て、あ、じゃあ、いや、画面から見てでしょうか。右から何番目がいいですか。右から、
やっぱり3かな。3番。3番。はい。はい。中田ね。これを、はい、いいですよ。はがきを選べなかったね。桃原の愛が通じなかった。はい、神戸市垂水区にお住まいの、はい、米津図さんかです、ね。はい。はい、一応クイズの答えはこれ正式名称になるんですか？まあ、いいやろ、その機種がもろ分かれば。機種であれば、もう別に分かれば、うん、大丈夫、うん。一応必殺仕事人ファイブ合計ですよね、答えは。うん、はい。で、回答が、ファイブ合計ということで、まあ、まあ、正解ですね。はい、はい、いいでしょう。おめでとうございます。はい、コメント、マルカさん。一時のパワーが感じられません。どうした頑張れ。神戸の老舗遊戯店、大型店に負けたらあかんでっていうことで応援してますということで、激励が、はい、ということでぜひ頑張っていただきたいということでね、後ろで、なんか噛み締めて聞いてますね。噛み締めて感じ、はい、米津さんですかね、はい、神戸市垂水区の方です。こちらね、届きますので、ぜひ楽しみに待っててください、はい、残念でしたね、こちら4枚惜しかった。本当直接持ってきていただいたのに申し訳ないですね、はい、今回の抽選が大体64分の1くらいになったのかな、最後ね。そうそうそう、ここまで上がるのが12分の1くらいですか。そうですね、でもまあ60分の1で当たるっていうのはなかなかないと思う。スイッチゲットしたい方はぜひ応募してください、はい。今回は桃原がスイッチ3台ねえ、お嬢、ブレアさん、ブレアさん、もうそういうことしたらほらもうみんな信じるからね。せやな、やめて、1台にしてください、頼みます。スプラトゥーンは、スプラトゥーンは今回ね結構探すの大変らしいんで、ちょっとまあまあまあまたの機会に、はい、ちょっと負けちゃったんですいません、はい、ということで、あのノーマルスイッチを、ね、はい、皆さんに、はい、スイッチだけでもすごいですからね、はい、ということで、はい、次回1月3日収録なんで当日手渡しまで、でこちらの方ウェブとかの締め切りの方は12月中ということになってるんで、まあ、あの2017年のうちにぜひ皆さん、あの応募の方してもらって、クイズ桃原が微妙に引っ掛けてくるんでね、もうだから私が考えてるんじゃない、クイズは気をつけていただいて、そこ大事、はい、まあ、もし今年中に忘れた、お送り忘れた、やっちまったって人は1月3日マルカーに来てください、はい、あのもしかしたらファーストステージをクリアしてスタートできるかもしれないんで、そうそうそう、ね、ここで選ばれるだけでもすごいですか、ね、はい、もう完全に我々のさじ加減次第ですけどそうです、ね、はい、いろいろありますから、まあ、1月3日なんでまだ休みの方結構多いんじゃないですか、まあ、多いと思います、うん、はい、ぜひ、ね、来ていただきたい、うん、はい、我々はここで仕事してますと、いう感じですけど、はい、ということでね、はい、はい、準備ができました。はい、いや、もう今から、ちょっと待って、今回ってなかった？テレビやで、回ってへんやん。テレビやで、テレビ。なあ、大丈夫？今の流してくれへんねや。いやいや、何が。今までの、なかったっけ、今までの 1,2,3,4,5 とシビレがある中を試したやつ。いや、分かった。じゃあ、見てもらおうぜ。何、あの、いや、もういい、もういい、もういい。なに、もういい。なに、もう分かった、分かった、分かった。今ここからスタートね。はい、今からスタートね。はい、スタート。あ、ボードが1から5まであるんですけど、はいはい、何が一番好き？何が好き？ちょっとみんなバラバラやな。3、5、5、とりあえずじゃあ3スタートします。なんか今しびれてる、なんかした？まだし、まだし、まだ俺今モード変えただけやで。3でそこまで行きましょう。3でカメラ前まで行きましょう。ふざけんな、切り替えかよ。行きますよ、あのちょっと待ってください。5で行こう。モード5でそこまで行こう。ほら、歩け、大丈夫。ここまで、ここまで。頑張れ、頑張れ、頑張れ。疲
られてる誰かに。ちょ、ほら、ほら、いさ何私なんか支えもないもん、もらえへんのこれ。いや、もらえそんなんないやろ。ここ、この線、この線、ほら、この線まで頑張りよう。膝が、膝がおかしい。膝が大丈夫、大丈夫。これ、これなんで楽しそうなんだよ。ごめん、もう笑い。今俺、15が最大だと思ったら16があった。ちょっと待って一つ上があった。今、最高が16だってのはっきりしてしまった。おい、頑張れ、お父さん、助けて。頑張れ、お父さん、もうすぐお姉ちゃん、助けて。はんなりしてるの。足が引いたらゴールしてる。ついたよ、ポリさん。とりあえず、ポリさんもね、はい、勝ちましたけど、同じやつを、はい、まあ、はい、桃原がどれだけリアクション大魔王だったかをこう、いやいやいや、もうあれですよ、今あれですよ、余裕かましてられるのも今のうちですよ。マジこれじゃあどうする、いつがいいっすか。あの、要望ありますか。3がいいっていう人と5がいいという人、はい、じゃあそこまでどっちでいく。5でそこまでいくか。3じゃあ3で途中までいく。3で、じゃあ、あの、準備できたら、はい、はい、どうぞ。いきますね。16まで、はい、はい、通ってる電気。ポリさん、電気通さない大事でしょ。ゴムと一緒でしょ。ゴムと一緒でしょ。天然ゴムでしょ。はい、じゃあ次モード変えてみる。でじゃあいますか。はい、はい、重力最大です。桃原、お前リアクション大魔王だよね。ちなみにこれ通電ちゃんとしてるんですよ。これほらピクピクしてるやろ。桃原この程度でダメなの。なんだよその顔。私が嘘ついてるって思われるじゃないですか。桃原だって叫んで、リアクション大魔王やろ完全に。いきますよ。じゃあちょっと待ってください。よーいスタート。はい、頑張って。いや、これ見て。ここまでで休憩、ここまででモード変えます。もうちょい、早い。おじいちゃん二人が支え合ってる動画やこれ。痛かったですよね。普通に痛かったですよね。私もその反応やったんですけど、ポリさんね、ほんとね。嘘やろ。ダメ、ほんとに嘘。嘘やろ、どう考えても演技だと思うけど。はい、さすが桃原さんです。ということで次回も素晴らしい締めた、そろそろ締めた方がいい。これが3の16なんですけど、これが痛がる系。ということで、はい、今回の負けつさまるかポロリの勝利ということになりました。
次回は1月3日、おそらく桃原がコスプレをしながらまた痛いふりしてくれると思うんでご期待ください。それではいつものポーズで締めてみましょう。せーの、ポロリの負けてたまるか。さあ今回のクイズですが、屋台に私が膨らました風船の色は何色でしょうか。たくさんのご応募お待ちしております。